オイゲンバイトマンはドイツ生まれの連続殺人者。フランス本国における史上最後の公開処刑でギロチンにかけられた。1908年2月5日にドイツのフランクフルトに生まれる。子供の時より頭壁があった。20歳の時、強盗罪で5年の刑に服し、ザールブリュッケンの刑務所に収監される。その刑務所で 後の連続強盗殺人の仲間であるロジェ・ミオンとジャンブランと会う。出所後、仲間のロジェ・ミオンとジャンブランと共にフランスに移り、フランスを訪れる富裕層の旅行者を監禁資金を奪うことを狙い、部屋を借りる。最初の犯行が行われるが、被害者男性は何とか逃れる。1937年7月に22歳のニューヨーク在住の女性を殺して、 奪った430ドルの旅行者用小切手を、ミオンの丈夫に現金化させ、300フランへて、山分けとなる。その女性のおばのところに500ドルを要求する、脅迫状を出す。1937年9月1日、タクシー運転手を射殺し、車と現金2500フランを奪う。9月3日には、看護婦を射殺し、1400フランとダイヤモンドリングを奪った。 10月16日、劇場支配人を射殺し、財布から5000フランを奪う。10月27日、不動産業者を射殺し、5000フランを手に入れる。12月8日、バイトマンは逮捕される。逮捕の際、銃撃戦となった。逮捕後、バイトマンは取り調べに素直に応じ全て自供したとされる。1939年5月より、裁判が行われ、 5月31日に、オイゲン・バイトマンとロジェ・ミヨンに死刑判決が下る。ジャンブランは20ヶ月の懲役の比較的軽い刑が下される。なお、ロジェ・ミヨンに下された死刑判決は6月16日に終身刑に減刑される。1939年6月17日の早朝、ベルサイユのサンピエール刑務所のすぐ外で、 手足を縛られた状態で、死刑執行人、ジュール・アンリ・デフォールノート助手により、公開で、ギロチンによる処刑が行われた。これは、フランス最後の公開処刑である。処刑前後の形状での多くの写真が残されているほか、処刑直前から処刑に至るまでの一連の20秒ほどの白黒動画が隠し撮りされ、インターネット上で見ることができる。ありがとうございます。